おはようございます。茂木耕作海空研究所朝礼。昨日はちょっとお休みして、どうでもいい会を夜やりましたが、2日ぶりでございます。おはようございます。今日は令和4年12月30日でございます。砂塚森田さん、おはようございます。あ、山田友人さん、おはようございます。森本茜さん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。もう2人いらっしゃいますね。これどうやったらメンバーが見れるんだろうな。見れないんだよな。まあいいか。中島明さん、おはようございます。里野くん、おはようございます。あ、あかねさん、おはようございます。昨日はありがとうございましためちゃ思った以上に盛り上がったな面白かったな。いや、なんか思いつきで急にね、やっちゃったんで、会わなかった人はね、またやりますんで。新年会ですか、次は。まあ、結果昨日が忘年会みたいな感じになって、8時スタートで11時ぐらいまでやってましたけど面白かったな。最初清水さん来てくれて、清水さんと僕多分1年ぶりぐらいに直接っていうのか、まあその声を通じた会話は1年ぶりぐらいだと思うんですけど、なんか部屋の中で後ろにギター3本ギター2本とベース1本がこうぶら下がってるっていうインテリアを背景にしてて、清水さんの背景が一番かっこよかった素敵やなと思って。なんかまあ、一般的なんですけど、顔になんていうか光が当たってて表情が見えやすい方がオンラインミーティングとかってなんていうのかな、その喋る言葉以上に表情もまあまあ使うから、こう顔にちゃんと光を当てるみたいなのを大事だとされるんですけど、清水さんは顔は真っ暗っていう状態で、でも近いからちゃんと表情も見えんだよ。その状態で後ろに白い壁に、なんていうんですか、メタル系なんですねっていうギターがぶら下がってて、めちゃくちゃ、あ、こういう映えってあるんだっていう思ったかな一番背景映えたの清水さんかもしれないですね。清水さんが毎日9分間やってるというですね、フレーズ練習を披露してもらってもちろんアンプとか通してないからカシャカシャでもないし、もうほぼ音出てないんだけど、もうめちゃくちゃ地味な指の練習ですね。フレットの指を動かす練習、実際どうやってやってるのかをこうぶら下がってるギターをこう入って取ってきてやってくれたんです。まだだから 2,3 人しかいなかったタイミングだと思うんですけど、もう一番序盤のハイライトがそこでした俺あそこ一番しびれたかもしれんな、個人的には。まあ、清水さんはその友人さんがクリスマスコンサートの映像をシェアしてくれてたりとか、他の人が音声配信したりとか投稿されてたりとか、なんかそのなんていうか自分の内側にあるものを表現するっていう発信に対してめちゃくちゃリスペクトがあって、
や僕はできないんですよみたいな感じだったけど、あの何も記録されてない、なんていうかな、あのそこの場だけの特別感としてね、あの日頃のかれこれ1ヶ月なんとか続けているというですね、1日9分の指練、ギターの指練習、あれはもう記録しようにも記録しきれないぐらい地味でめちゃくちゃ良かったな。あーなるほど、めちゃくちゃもうブリプリのかっこいいギターなんですよ。かっこいいギターで、でまあなんていうか指の動きはもうさすが1ヶ月練習してるだけあってかなりこう滑らかなんだけど、まあ音がめちゃくちゃ地味っていう、もうかすかにプリ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 音してるからみたいなそのギャップがたまらんかったですね。面白かったな。あれ聞けたのは俺の中で昨日やってよかったなっていう一番のハイライトだったかもしれないですいやすごいよかったですわ。で砂塚さんも来てくださって、周平さん来て、あとは茜さんも来たかな。茜さんも昨日ね来てくださって、あとは直くんか、結構来たね、結構盛り上がったっすね。なんか何を話したってわけじゃないですけどね、善くんのが先のあのそのどうでもいい会議中にスタイフの音声収録をしてて、何話すんだろうねみたいなしてて今日無駄遣いしたから茜さんがめちゃくちゃ怒ったみたいな話をしててその前振りこう、あーなるほどねっつって、こう男どもはみんな経験したことがある、やっちまったかみたいな、そのあの怒られたのは前君なんだけど、使い込みすぎて、その怒られた内容についてその場にいた全員の男どもがですね、自分が怒られたかのような気持ちで聞いていたというまさかのまさかの正論を言っている茜さんが一人になるというそんな状況になってしまい大変申し訳ないこれでもしょうがないからみんなそのあかねさんを一人にしようと思ったわけじゃないんで、たまたまもうそうなっちゃったんですけども、なんですかあれは、どう要するにね、40になっても50になっても結局治らないということをあの場にいた大人全員が証明しちゃっててあかねさん怒り損じゃないですか、その善くんに対してせっかくそのいろいろ教えたと思うんですよ、怒りながらも、まあ、お金というものはというねいや多分ね、俺はその話をあかねさんなんて怒ったのかをもうちょいちゃんとあの場にいた大人たちは男たちは聞いた方がよかったかなって思ったんですけど、ちょっともしよかったらなんですけど、なんて言って怒ったのかを投稿しといてもらっていいですかあの戒めに僕らこうサロンメンバーの戒めにちょっと使いたいんで、よかったらお願いします , 笑っちゃったな、誰も治ってないや40年経って思ってるその振りが効いた状態でまた前のさあのスタイフの動画後で聞いたらもうケラケラ笑っちゃったよ何してんねんっていう話としても聞けるんだけど、と同時にいや俺もそうだなってみんな思いながら聞いてるわけよ。でなおかつそれをやっちまった後にあかねさんにこういう風に怒られたってことも俺ら知ってるから、もうなんかどこでどう笑ってるのか何が面白いのかよくわかんないけど、もうゲラゲラ笑っちゃったよこういう世の中にこういう笑いってあるんだって思ったよね。新しかったな俺の中で。
あの昨日の前空のお金の無駄遣いの話はなんていうかみんなの心を開いたよね。あそこから清水さんがあのすごく饒舌になり、あの砂塚さんも過去を打ち明ける展開になる聞けないよあれ、なかなか砂塚さんのあのでも知性を感じさせるな、さすが砂塚さんはさ、同じお金の無駄遣いとはいえそこをなんていうか無駄遣いをしていると分かりつつも、なんとか無駄じゃないようにするにはどうしたらいいのかという賢明な知性の末に結局無駄遣いだったっていうお話じゃないですか、砂塚さんの昨日の話はっていうのと、あのただただハマっていった清水さんっていうどっちにしてもめちゃくちゃ笑っちゃって、うん、だからまあある意味善にとってはその一番いい教材だったんじゃないですかこうなってはならぬぞというですねいや面白かったな。なるほど、今日自分が一番たことはあのま幼い自分だから、大人になってもうちょっと賢くなってもう一回トライしたらなんとかなるのかって言ったらその答えはもう出ていて全くなんともならないのでやめとけっていう話だと思うんですよ、昨日の話をまとめるといやだからあの茜さんが前君に直接言ったお金の話、これはもちろん必要なんですよ、この、なんていうか、まあ、ある種の正論です。ただその正論を聞いただけでは抑えきれないものがどうやらあるらしくてですね、世の中にはでそれにハマった大人たちがこうあの場に実在しててですね、でその大人たちがもう通り過ぎた上でちゃんと冷静に振り返ると結局あれいらなかったっていう結論を出していて、このセットで善が受け取るものは大きいと思うんだよね。ああお金ってそういうものなんだ、あのあれは単なる UFO キャッチャーの話ではなかったと思うんですよ、すごくすごく深い話だったな、いやめちゃくちゃ良かったですね、うん、そのなんていうのかな、負けず嫌いの男の子がみんな共通してその陥るところだと思うんですよね。なんだろう、競技のトレーニングとかさ、まあ勉強もそうかもしれないですけど、その負けず嫌いで、ちょっとうまくいかないぐらいじゃやめないよっていう、それは基本的にいいニュアンスで使われるし、まあ、多くの場合良いエネルギーを生み出すので自分の能力とか成長につながる文脈でいくと、でみんなその周平さんもそうだし砂塚さんもそうだし清水さんもそうなんですけどなんかすごい似てるよね。でそのエネルギーでこう間違いなくこう成長して伸びて、いろいろなものを勝ち取ってもいるんだけど、一方でそれがこうちょっとずれたところでたまたまそのうまいことそれを利用した商売にはまってしまうとっていうねUFO キャッチャーの中にこうお金が吸い込まれていくという状態って、まあ多分そのあれゲームだけじゃないと思うんですよね。いわゆるその砂塚さんが言ってたのは要するに損切りができるかできないかっていう話をされてましたけど、損切りの能力と負けず嫌いって、完全に矛盾するよねその負けず嫌いで何があっても諦めないっていう能力が高ければ高いほど損切りの能力は絶対そのもう限りなくゼロに近づいていくよねいやだから
そう、両立しないっていうところがね、面白いゲームだなと思いましたね。だから損切りしなきゃいけないって、多分砂塚さんは分かってても自分の持て余す負けず嫌いの能力に勝てなかったっていう話だと思うんだよね。でこれはあの善くんも多分その UFO キャッチャーだけじゃないと思うんだよね。でなんだろうな、まあ、ギャンブル性のある話だけじゃなくて、なんでしょうね、なんかこう頑張って何かを成し遂げるみたいな話の場合、これひたすら能力が上がっていくフェーズにはまってしまうと、もうとにかく周りも褒めたたいてくれるし、自分も楽しいし、でみんな喜んでくれるっていう、その上昇気流に乗りまくってそのガーッと上がっていくフェーズがあって、それがもう忘れられないんですよね。でなおかつ困難がそのうちぶつかるんだけど、その困難そのらも打ち破るぐらいの強いこう上昇する力を持っていて、結局こう何度も壁をぶち破っては上って上がっていく、まあゲーム性で言ったら似たような話になっていくと思うんですよね。これ必ずしもギャンブルだけじゃないと思うんだよね。その負けず嫌いっていう性質の人があの生きていく時に大体そういう状態になって、でそのおかげで能力が高くなるし、周りのいい人たちが集まってきてっていう、要するに財産が増えてってなんだけど、それがそうですねまあ例えば何でしょうね、急にその能力とは違う方向でこう社会に何か別なことを求められたり、急にこう条件が変わったりみたいな時に、いや俺はずっとこれでやってきたからそこで貫くって多分なって、降りれなくなっちゃう。その今までずっと自分がこう成長してきたレールの道からなかなか降りれなくなっちゃって、これってなんだろうな、損切りじゃないんだけど、あもうこのフィールド、この社会ではもう勝ち筋がなくなっちゃったみたいなことってあると思うんだよねこれ多分その大企業の成長みたいなのに例えると多分よくあってる話だと思うんですけど、もう過去の企業としての成功体験が強すぎて変われないみたいな、よく言われるじゃないですか。でも結局同じような話のような気がして、昨日の話とね、ひたすらその自分の得意な能力のクオリティを上げて上げて上げて、上げればとにかく利益が増えるっていうゲームをひたすら勝ち続けて、強力なライバルが現れても打ち破って、負けないぞ負けないぞって やればやるほど、なんていうか社会がものすごく大きく変わって全然違う方向にベクトルが向いていても損切りができないみたいなことがよく起こるじゃないですか。あれ個人でも起こるんだなっていうね。でその一番こう身近で体験しやすい話がまあ、ギャンブルっぽいものとか、UFO キャッチャーみたいなのによくこう縮図として現れてるなと思ったかなでもとにかくああいう話ってさ、なんだろうな、大企業病の組織論みたいな話で考えるとなんていうか他人事になっちゃうというか、はいはいってなっちゃうんですけど、子どもの無駄遣いをお母さんが叱るみたいな展開っていうのは、これだ誰しもみんなこう知ってる光景でとっても身近じゃないですか。ほぼ同じことだっていうね、その理屈としては、なんか人間の脳みそがやらかすバグみたいなもんですよね多分ね成長志向はいいことであって、それに乗っかって負けず嫌いで負けるもんかと、頑張ることがいいこと
で勝てばすごい楽しいことも待ってるみたいな。でそれがこう本当にハッピーな未来を連れてくることもあれば、その求められてないところでハマるとあのただ怒られるだけっていう未来が待ってたりとかって、それがこう一番なんていうか分かりやすいよね、ああいう例で考えるとね。でもあれはなんだろうね、録画しなくてよかったですね録画しない方がやっぱああいう話出やすいんだろうな。なんか割とみんなスイスイ話してくれて、あ聞けない話を聞いてるなと思いましたね。いや面白かったな。あと何、途中からそっか、なおくん来て、なおくんのお母さん、ひろみさんとあかねさんのあの対談企画の何ですか、作戦会議みたいなことをあかねさんとひろみさん2人でやるっていう謎の時間がありましたね。あれ良かったですね。まあ、ひろみさんもなんかすごく、なんだろうな、とっても社交的な感じに見えますけど、昨日の感じとしてはすごくなんかシャイな面もあって、なんていうの、行動力があるし社交的だし、ものすごくフラットな人だと思うんですけど、意外にそこシャイなんですかっていう、その可愛げと、なんか可愛げって年上のもう来年退官しますよっていうあの方に対して言うことじゃないかもしれないですけど、可愛かったよね、なんかね昨日の。まあ、あかねさんはもうはるか年下の女、女性年下って伝ってはるか年下の後輩なわけなんですけど、なんかあの可愛げとしてはこう2人とも似てるなと思いましたね。なんかそのシャイな部分と、でもお二人ともなんていうのかな、思いついてこれいいんじゃないかって思ったことに対する行動力っていうか、そのあかねさんはその学校対抗のマラソン大会いいんじゃないとか、ああいう記念大会みたいな話と、まあ、ひろみさんはひろみさんでなんかその昨日やりこれから体感した後にいろいろやりたいことがたくさんあるんだけどっていう話をしてたと思うんですけど、めちゃくちゃ似てるなと思って、でやりたいんだけどどういう順番で誰と一緒に組んでどういう準備をしていくかの整理はまだついてないんだけど、とりあえずひろみさんとあかねさんで喋ろうみたいなことを息子の直くんがセッティングしているというね。で、あの直くんの普段あんまりその強引な人じゃないじゃん。だけどあえての強引さがこう昨日出てったのはめちゃくちゃ優しいなと思ったんで、あの二人のシャイさをこうすごくよく分かってるんだろうなと思ったんですよ。あの2人とも何ていうか、あの 火がついたらめちゃくちゃ行動力あるんだけど、人見知りでもないけどさ、人見知りじゃないじゃん。でとても社交的なんだけど、何だろうな、あのシャイな感じってどう説明したらいいんですかね。あれをこうガチャッと連結させるにはまあまあの力がかかる、必要だよねって分かってると思うんだよね、直くんはね。なんかそんな感じがしたのかな。あきらさんも来た。あきらさんおはようございますあきらさんのどうでもいい話が俺好きすぎてちょっとパクったんですけど昨日どうでもいい会議を昨日やったんですよ。めちゃくちゃどうでもいい話をみんなするっていうね、あの、ほ
本当にどうでもいい時間だったんですけど面白かったな。もう最高の立て付けだと思ったね。あのやっぱ秋谷さんのあの発明は素晴らしいですよ。あのなんていうか本当に絶対に滑らない安心感っていうか、みんなねその大枠がどうでもいいですよっていう立て付けになってると、その中で話してることって本当にどうでもよくてもある程度ちょっと意味あるように感じちゃうんだよね。その清水さんのそのフレット練習から始まってめちゃくちゃ良かったなっていう自慢です。昨日秋田さん来れなかったからさ、まあでも秋田さんとはあの一回この朝礼ライブ配信でなんか昼にやった時だっけ、対談もできたしあとは直接話してないっていう人はいないよね。どうなんだろう、ゆかさん直接会えたし、そう清水さんだけだったんですよね俺の中ではね、直接喋ってないなっていう。まあ、健太さんはもう正直走りの学校の業務として喋ってるのか、俺のオンラインサロンメンバーとして喋ってるのかはあの区別をつけてないです俺の中ではね、なんていうか、まあ、健太さんがきっかけで僕もオンラインサロンを立ち上げることになったんですけど、でまあだからあの走り学校の業務のような感じで何度もミーティングしましたけど、それとあまりねあの分けてないです、我がサロン内活動とね。それであとはあれ砂塚さんも昨日ね直接おしゃべりできましたし、砂塚さんの話やっぱ濃かったっすね。うん、やっぱりあれですね、あれぐらいの人数で喋れるのはこうちょこちょこあって、月1くらいやってもいいかもしれないですね。うん、あの3ヶ月目にしてようやくなんだろうな、あの時間が作れてよかったですね。新年会またやりましょうか。特になんだろうな、あの僕予定を立てるのっていうのはめちゃくちゃ苦手で苦手でとかって逃げるなって話ですけどあのいや立てることはできるんですよ、できるんだけど、なんていうんですかね、このサロンに関してはそこに予定を立てるっていう形にして、そこになんていうの向けてっていうエネルギーの使い方じゃなくて、まあ本当にやっぱり何も考えてないけどとりあえずひょいって入って雑談するっていう、まあ温度があった方がなんていうか盛り上がりすぎない方がいいかなと思ってて、なんかこうエンジンかかりすぎちゃうとあのなんていうかなベタ踏みしすぎたら気づいたらガソリンなくなってるっていう状態にならないようにしようかなっていうね、まあなんかそんな感じの趣旨なんですけど、まあでもおかげさまでね3ヶ月無事なんていうか非常に楽しく続けられましたね。昨日を除いてほぼ毎日朝礼をやり、朝礼やっててもなんかその、まあ、僕のなんていうか本当のやってみた感想をお伝えしますけど、毎日朝礼やってて、まあ、まずそのもう何も考えないでカメラに向かう時に、まあ、向こう側に、なんていうかリアルタイムで見てても見てなくても
今のサロンメンバーの子、皆さんの名前を呼んでおはようございますからスタートすると、なんていうんですかね、家族と喋るのにそんなにこうエネルギーをこうコストがかかるみたいな感覚にならないっていうのと一緒で、何を喋ろうとか何を言わなきゃとか、喋ることないけどなんかひねり出そうみたいな苦しさとか一度も感じなかったですね、これ本当に、うん、俺なんかその僕が喋りに慣れてる慣れてないの話じゃなくて、夜のね、私の学校の学級に通信のスタイフの話はある程度僕はコストをかけてる感覚があるんですよ。でだけどこう今の海空研究所の朝礼に関してはコストを感じてないんですよね。でも割と結果的に、なんだろうな、そのメンバーさんの発信に対して思うことをそのまま言ったり、まあその他なんだろうな、その場で思いつきのそれこそどうでもいい話を割とした記憶があるんだけど、とにかく全然コストを感じなかったですね。でもその割には割と残しといてよかったなって思う話をした気がしてて、自分として自分の喋ったことは自分にとってあこれ残しといてよかったわって思うことが結構多いんですよ。これはなんかすごく、自分にとってやれてめちゃくちゃこうなんていうか良かったですね。だからなんだろうな、続く目処が立ったというか、つまりこうコストがかからないんで辞める理由がないっていう感じなんですけど、それはすごく良かったですね。なんだったらなんですけど、こう今のところその皆さんそれぞれ、スタイフの配信を始めるっていうプチブームが起きてですね、周平さんから始まって友人さんやって全くんやってあきらさん始めてみたいなことで、直くんも始めて、これも良かったんですけど、この我がサロン内ライブ配信、これ今のところ僕だけやってる感じになってますけど、ここも僕特に縛り入れてないんで、思いつきでライブ配信したいことがあったらしてくださいで誰も来なくてもたまたま通りすがる人がいても何でも、その試しにやってみるとどういう感じなのかっていうのをやってみたら難しくて自分にこう合わないなって思うかもしれないですけどね、でも試せるっていうのは場所としてはすごいその他になかなかないんじゃないかなと。試す上でね、なんかこれほどこう適した場所はないよね、そのっていう風になりたいなっていうか、海空研究所内の、所内の環境として、研究所内環境として、なんか思いついてとりあえずなんかどんな感じなの、もう本当操作を確認するぐらいだけでもいいですわ。中身こう特に喋る気ないけど、とりあえずライブ配信のボタンを押して、カメラがこういう風に映って、あこういう操作になるんだ、あなるほどっつって無事で切ってもいいんですけど、やってみてもいいですよ。あきらさんのどうでもいい配信とか空いてる時間にね、ああなるほどこうやるんだみたいなとか、あとは何ですか、友人の動物病院の何だろうな、準備風景をそのまま流すとか何だろうな、あとは何だ、あんまりその公にするでもない、中身こうっていうのがあるから来てくださいねでもないけど、なんかその
まあ身内なんで共有しててもいいよねってこの空間分かっといてもらうと、なんかその受け手側がその何を受け取るかは自由に決めるから、多分清水さんがこう何かしらキャッチングしてくれると思うんですよとかね、なんかそういう実験場にとしてますます自由度を高めてもらえればなと思ったりしますね。ゆく年来る年的なライブ配信やってもいいかもしれないですけどやってみる？まあそうだから何を思いついてもいいし、思いついたことこれどう思われるかなみたいなのを、外ではいろいろ気にすることあると思うんですけど、この研究所内はなんだろうな、それはないだろう的なやつもいろいろ試せた方がいいかなと思ってるんですよ。何があるでしょうね。もう文字、音声、動画と来てるんで、でまあどうでもいい会議もオンラインミーティングとしてやり、あとは、まあ、ライブ配信今んとこ僕だけがやってますけど、メンバー全員こうやれる話なんで、それをやってみてもいいんじゃないかなっていうのと、あと何がありますかね、なんか思いついたら教えてくださいこれやってみたいんですけどどうですかねみたいな話の時に、特に何て言うのかな、許可とかそういうのはいらないんで、やってみてこれなしだねっていうぐらいなところまでまず一回行ってみたいですねこれはないんじゃないみたいな、その次からやめようかみたいな、そのそれぐらいのラインを一回踏み越えてみたいですね、俺としては。これは今アキラさんに直接言っています。アキラさんの目を見て言っています。踏み越えそうな人っていういやでもな、なんかな、アキラさん結局なんだかんだ言ってすごくちゃんとした人なんですよ。なんかそのそれが分かっててちゃんとここ大丈夫ですよねっていうところを自信持って踏んでる感じがするんだよな。ラインギリギリのこう1ミリちゃんと踏んでますよっていうね、そのルールを本当に分かってた上でライン際をちゃんと踏んでるっていう感じだからな。一回踏み越えてみて、思い切ってそんな感じです。そうするとね、逆サイドで清水さんが「いや俺に語られることなんて」って思ってる清水さんが「あ、語ることがなくても語らずとも、ただボタンを押してライブ配信すれば」あんなにどうでもよくていいんだみたいなラインが引かれるじゃないですか。あそこファールじゃないのねみたいな感じになると思います。あ、周平さんおはようございます。昨日は本当にありがとうございます。なんか3時間もね、面白かったね。周平さんとしくじり野球論から、周平さんのしくじり野球論の話から我がサロンはスタートしたと言っても過言ではないと思うんですけど、いや何が面白かったかっていうと、本当にこうやっぱり俺周平さんの話の中でこう基本野球の話も面白いんだけど、結局なんだかんだ言ってお仕事の話になった時が俺が一番こう萌えってなってる。ことをね、昨日も感じましたけど、なんかね、空港でレーダー使ってるとかって僕の中ではね、なんていうか、僕もね、なんでそのレーダーって
すごいこう食いついてるかっていうと、あの僕の気象学、まあ気象レーダーあるじゃないですか、あの空港は管制レーダーだと思うんですけど、まあ気象レーダーも多分使ってますよね、多分ね。気象レーダーの操作をしてデータを集めて、まあ雨のデータですね、レーダーで雨を探知して雨のデータを処理するっていうところから僕が気象学の入り口っていうか、それが22、23歳の頃ですかね、20年ぐらい前の話なんですけど、そこが僕の気象学の入り口なんですよ。でまあそのレーダーの機械そのものにそんなに精通したかっていうとそうでもないし、まあその後ずっとレーダー気象学をずっとやってたわけでもないんだけど、原点っちゃ原点なんですよね、あのハードウェアの今の自分のジャムステックの研究所の所属の研究所でも、まあ、船の上にあの唯一ちゃんとした気象レーダー乗っけてるっていうのは、まあ本当世界で唯一みたいな船があるんですけど、それもあってなんかね、そのレーダーを自分の分野以外でどう扱っている人が存在してるのかっていうのを僕めちゃくちゃ食いついちゃうんですよね。あれなんかそのハードウェアとしての仕組みとしても奥深いんだけど、あれを扱う上でどういう人がそのどういう役割を担うっていうので存在してるのかっていうのも、なんていうのかな、まあ一つのこう生態系じゃないですけど、レーダーっていうハードウェアを中心にしてこうかいろんな角度から関わる人がいるじゃん。それがねすごい面白いんですよね。なんかね、電気系統のエンジニアさんもいれば、その研究者としてこうデータを扱う人もいれば、船員さんもいるし、まあ、それこそその輸送系の人もいれば設置系の人もいるし、でもそれどうやったら知れるのかが、もうこういう機会じゃないとっていうね、そういう意味で、まあ、めちゃくちゃ昨日ねそれで食いついてたんです。あんまりこう今まであの食いついてたことは何でもあんだけど、なぜ食いついてるかを言ったことはなかったなと思ったんで、あえてねその説明してるんですけど、だから俺はめちゃくちゃそこを欲しがってますっていうことだけねお伝えしたかったですね。まああのもちろんチームのマネジメントみたいな話も何度かスタイフでしてた、それも面白かったんですけど、単純にこれ誰がわかんのっていうマニアックなその話もあるはずなんですよ、周平さんのお仕事でしょ。まあそれで機密でない範囲に関してはめちゃくちゃ俺は求めてますって。サロン内投稿でよければそれでもいいし、あの俺こういう仕事してるけど聞きたいことあるっていうライブ配信をしてくれたらまず俺は行きますね。それでもいいかな、っていうオファーを出して今日はこの辺にしようかな。はい、ありがとうございました。今日はあの少し2日分の朝礼っていうことでちょっと長めにやったっていうことにしてください。昨日はね来てくださった人本当にありがとうございます。そして今日もね皆さん良き一日をお過ごしくださいませ。じゃあね。